安全帯の方がね、こっちに取らなくていい。あだってバスケットが外れた時の安全帯なんだから、携帯に取るでしょ。そうですね。普段はどちらにつけるんですか。やっぱこっちと違うと。普段はこっちなんですよ。ロープの長さの関係で。だから安全から向こうです。いいです。はい。よろしくお願いします。早いですね。消防士さんはこの世界で働いてるわけですか。そうですね。まだあと20メーター高いものも、ええ、はい、製作してますので。うわぁ、これじゃあコントローラー自体は普通のジョイスティック。そうですね、はい、その制御やってるのはあちらについてる、はい、あのコンピューターの。はい、なるほど。その風速計みたいのは何か。一応あの、ええ、風を感知して、はい、一応10メーター以上になると揺れが大きくなるので、あの、はい、機械綱とかで、揺れを少なくしたりとか。一応緊急10メーター以内でっていうことなんですけども、はい、どうしても緊急を要するものですから、機械綱をつけていただいて、はい、まあ、作業の方。普段これはここは何人ぐらい乗れるんですか。1人が運転手さんで、もう1人がコース構える人って感じなんですか。そうですね、実際は規模で操作してもらって、この下の方で操作してもらって、はい、1人で放水っていうのもあります。なるほど、なるほど。だいたい耐荷重といいますか、重さはここに360キロを基本としてます。最大4名で、1人90キロで4名までということで、はい、最大。うわぁ、すごい世界だなぁ。はい、はやぁ。やっぱこの上下のスピードの速さも1秒争う世界という。これも売りに食べられてる。はい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 。